皆さん、こんばんは。ニューリアリティインクの酒井宏正と、酒井恵理子です。今日は、スピリチュアル TV に、急遽、生にて出演させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは。12月の11日に、東京の方で行われましたニューリアリティのワークショップの映像を、私たちがこの生で、出演をして、その後、そちらの映像を今日は配信ということで、急遽ですね、テジさんにお声をかけさせてもらったらですね、今日の夜ぜひ出れますからということでお話をいただいたので、このような形で、番組表にも多分何時間か前ぐらいにしか、アナウンスが出てなかったと思うんですが、急遽、ジャストタイミングで、滑り込むような形で今日はこちらの、番組に出させていただいております。どうぞ皆さんよろしくお願いします。2015年、最後にこのような形で番組出させていただけるの本当嬉しく思います。ありがとうございます。そして今日映像を流す前にもう一方いますので、じゃあ私はちょっとここ席を外させていただいてご案内したいと思います。ちょっとお待ちくださいね。えりこさん、これで OK ですか？はい、はい、わかりました。どうぞ。こんばんは。こんばんは。今日は白と黒というオセロのような感じで急遽ですね、埼玉でお仕事をしていた中で、えりこさんに声をかかった中で、今日一緒に番組出ませんかということで、急遽ですね、えりこさんの元パートナーであります中浦慎二さんも、こちらに駆けつけてくださって今日番組を出させていただいております。私も2011年の4月に初めて、私はその当時2011年の2月に、えりこさんに初めて、Facebook を通して日本一の投資家である武田和平さんのそちらのグループの中の一人として、彼女がいまして、そこの中のグループの一員として私も参加してた中で、彼の誕生日で名古屋の方に来ますから一度会いに来ませんかということで、何人かの方が来る夕食会に私も最初出てお会いしたのが、えりこさんとの初めての出会いだったんですけども、言葉にならないというか何を言ってるかわからない日本語の前で圧倒されてたというのが最初の印象でありましたが、そのことが、実際どういうことだったのかっていうのが、バシャールの情報であったり、その当時彼女が、一つ持っていた、関野綾子さんが発したアンフィニという情報をもとに、彼女のバックボーンとしてあったものがそこにありまして、でそれに私も惹かれて、2011年の4月に、3月の後半から4月、5月とかけて、クラスがありましたので、その当時私は三重県の津市に住んでいたんですけれども、そちらから、東京に、通うような形で週末、クラスに受けに行ってた時に、新次さんがそのスタッフの一人としていらっしゃったのが、最初の出会いでありました。で僕の中でそのえりこさんが最初出会った中でどういうその価値観であるとか、どんな考え方を持っているのか、私が今まで経験してきた中の言葉や感覚とは違う形でいろんな言動をされてたので、いやなんでそういう考え方ができるんですかとか、どんな思いでそういうことを発してるんですかっていう話の中で、いや私が影響を受けた人物としてはバシャールという存在と関野綾子さんという存在が、私の人生において大きな影響を与えているので、もしご興味があればそういうちょうどタイミングがあってそういうことが、集合教育って言ったら変ですけど、人が集まってクラスを開催する予定がちょうどそのタイミングであるので、引かれたらどうですかということで、実際私がそれがどういうものなのか、どんな団体なのか、どんなことをするのかってことは実は全く知らずに、その場所に、足を運んだ時に、いらっしゃったのが、新次さんがその中で、
いたのが最初の出会いで。あれ、あの前にね、ヒロさんにも話したけど、はい、そのエリコさんからその、まあ、その一緒に、僕はちょっとその時もうスタッフに専念しようと思って、まあ家を出てたんですね。でその時に、まあ、ヒロさんが上京してくるっていうことはもう聞いてて、で逆に僕に相談がエリコさんから来て、ちょっとあのまだ私のことはよく分かってないので、やっぱり私がベースに、私のその時のベースになってる、それまでのベースになってるそのアミの、クラスを受けさせた方がいいよねって僕が相談を受けたっていう、なんか面白いといえば、その時から面白いっていうか、そういう感じがあったんです。僕も、ああ、いいんじゃないなんて言ったんですけどね。まあ、その時はまだお会いしてなくて、でもクラスにいらっしゃって、ああ、よろしくっていう形で。僕、正直なところ、だからその時は、まあ、ね、感情的にはなんかちょっと、こう、複雑なものはあったと思うんですけど、なんかあんまり忘れちゃったんだけど、でも本当に覚えてるのは、全然こう嫌な印象なかったんですよ、正直な話。これ、あの、かっこつけるとかそういうことじゃないんだけど、なんか、すごく、あってほっとしたなっていうのが最初の印象でしたね。そのなんだろう、ね、やっぱなんかこう親戚じゃないけど、その家族にあったようなそのなんか安心感みたいなのがあったのは本当に、これは本当に事実ですね。なんかちょっと安心したなっていう感じがあったんですよね。でそのまあ僕はスタッフでいて、でそのあの時はクラスがすごく多い時期で、まあもちろんそのビビってて受けてる方も含めて200人近くいたのかな、その150人とか200人ぐらいの大きなクラスをやってる時で、でその中のヒロさんが一人 でその大人数の中で、その私は中村江里子さんと結婚してとかっていうのをガーってあのみんなの前で宣言してまあだから僕のこと知ってる人はなんかええー、みたいな、そういうこともあったりとかして、割とそのヒロさんはヒロさんで有名になって、そのまあそういう映像とか見てたりとか、そのクラス来てる人たちの中で有名になって、で僕のことはまあ知ってる人はこれはどうなるんだろうみたいな感じで、あのっていうのでありましたね。でもね、なんか俺その時すごいなと思ったんですよね。この人本当になんか決めてんだと思って、でそれ以前にそのあのまあヒロさんがそのなんていうかこうエリコさんにそのあのメールでね、こう映像とかをプレゼントしたりとかするのを見て、でそれを、まあ、僕も家にいてこう見てたんだけども、まあ、とっても素晴らしい映像とかこう音楽に乗せてプレゼントしてるのをエリコさんが見て、すごくボロボロ涙流してこう嬉しがってて、それ見た時になんか、あ、なんかなんだろうな、僕の問題なんですけど、そのあのあこの人幸せに、エリコさんのことを僕がその時になんか幸せにできてねえんだなって思ったし、その今の僕じゃできないんだなっていうのがすごく思って、あのもちろんエイジャーの、ね、嫌いになったことってないんだけども、すごいこう嫉妬とかはないんだけど、なんかだからそういう流れがなんかとても自然な感じは僕は本当にしてました。でまあその以後で、僕は、まあ、トロコバスタッフで、まあ、フィニーのスタッフをやって、でエリコさんとヒロさんは一緒にこうニューリアリティをやっていくっていう形で、まあ、それぞれにまあなんていうかこう目指す先はあの通り道は違ってもこうまた会おうねみたいな感じでやってるつもりだったんですけども、まあまあアビニーが、まあ、僕は途中でまあなんていうかドロップアウトしちゃったんですけども、まあ、負債抱えて、ポシャっちゃったりとかして、で2人がやってる、ニューリアリティっていうのはこうだんだん良くなってきて、もう今なんていうかな、全然違ったんですよね、簡単な話で。もうこの2人、まあ、もちろんそのなんていうかいつもそうなんですけど、今でもその家族なんです、僕に対して。で僕も今そう思えてて、でまあ子供もいるし、あの週末とか、仕事休む時にあの家に行くと、まあ、ヒロさんもエリコさんもで、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもいるんですけど、で娘のレイさんも、僕はこんにちはって、まあ、元々住んでて家なんだけど、こんにちはって行くとみんながおかえりって言って迎えてくれるわけですよ。俺
正直もういつもなんですけど涙出ちゃうんですよね。でも本当にその愛っていうか温かさっていうか本当に家族だなっていうふうに本当にみんなが思ってくれてて、なんか今すごい幸せなんですけども、でもね今日ここに来れたってことがすごくこの週末にすごい大きなことがあって、あの本当に2人は2人っていうかみんなそうなんだけども、こういつもウェルカムウェルカムで震災してもおいでっていう感じでずっとずっとこうもちろん応援もしてくれてたし、そのあのもろ手を挙げてこう迎え入れる体制をいつもいつも作ってくれてるんだけども、その生き方としてのこういうなんていうかなことを僕はどっかでこう自分で踏ん張ってこう止まってたんですよね。で自分でも分かんなくて、なんでだろう、だってさっきも言ったようにそのとても今幸せだって感じてたし、あのなんていうかな、何もないなと思ってたんですよね。でもだからでもなんか一歩本当に踏み出せないようなところがあったんだけども、先週末にこういろいろ、イベントがあって、でまあ、たまたまその他のメンバーの方たちのところにあのヒロさんとエリコさんと一緒にまあ地方に帰られるっていうんでこう見送りに行って、でいろんなそのみんなで話をしている中で突然そのエリコさんが僕に対してそのなんか残ってるよねっていうような感じで指摘してくれて、まあ、彼女はいつもそういうこうなんか何かっていうことじゃないんだけどパッてこう浮かぶこと感じること、なんかそのエネルギーみたいなものをこう読み取るの で僕に対してこういうことじゃないのっていうことで指摘されたのがやっぱりそのアンフィニのことだったんですよね。で僕はまあもちろんなんかあのやってたスタッフだったんだけれども、そこでやっぱりなんていうかな、あったことっていうのが自分の中でこうどっかこう踏ん切りがついてたつもりがあったんだけども、実はそのちゃんと自分の中でこう消化してないっていうか、あの本当はねこの言い方すると結局何か自分でこう自分で全部起こしてることなんで、それをこうきちんきちんと向き合ってやっぱり統合されて、で本当に感謝に変えていくことで自分が統合下げていくんだろうけども、あのやっぱなんか残ってたんですよね。そのそれを指摘された時にはってやっぱりこう気づくところがあって、でそれ表現したらいいんじゃないっていうふうに言ってくれたら、わってこうなんかため息がはーって出たら、その瞬間にもうなんかそのなんていうかそんなこと思ってないつもりだったんだけども、その自分の中にこうどっかしまっておいたというか、うん、蓋してもうないものにしようみたいな感じで思ってた、こうまあ簡単に言うと怒りとか理不尽さにこう対する耐え難いものみたいなものがこうパパパッと本当に出て何秒の中にパパパッといっぱい浮かんできて、あそれかと思って、正直それ以外のことってまあ今いろんなことね仕事とかやってるけれども、こう自分の中でちゃんとこう楽しみながらこう時間を過ごしてで行ってはいたんだけども、じゃあ本当にね両手を広げてヒロさんたちがこういつもいつもあいつでもどうぞおいでって言ってくれてるところに何で行かないのかっていうのは、やっぱそういう自分の中でやっぱりまだそれをやりたかった部分だとか残しておきたかった部分があったっていうのは本当になんか先週末にあって、でまあその時にその一緒にいたなんていうかなあの仲間たちもすごい、じゃあ俺それ表現するし、まあ逆に言えば僕がそこでスタッフとしてやってたわけだから、まあ今だから本当に自分がその本当の意味で統合するためにその感謝に変えるために今だから言えるというか、その準備ができたというか、そういうところはあると思うんで、そう決めたんですよね。ああこれからもそういうことをどんどん表現していこうって。って時に、なんか、あの、決まったっていうか、次のステップに行こうかなっていうのが、自分の中で本当にこう、あの、ビシッと決まったところがあります。で、今日なんですよ。で、今朝、こういう機会を、まあ、あの、テイさんから、いただいたということを朝あの
エリコさんから LINE で送られてきて、すっごい今日って大きなことだったからなんか話しちゃうんですけど、あの今までだったらいやいや仕事があるんで今日ちょっとあの地方で、明日もそうなんですけど仕事してたんでちょっと息切りが大変だし時間もかかりそうだって、ちょっと今日はいけないなってすぐ、まあ、LINE で返したんだけども、あのでもじゃあ地球の裏側にいるわけじゃないし、あのなんとしたらいけんじゃないのか夜だしで、今までだったらそれをもう諦めたんですよね。でもいやこれで諦めたら昨日までと変わらないし、じゃあそういう方をしようって、もうじゃあその物手を挙げてあのみんなが迎えてくれるのにそこに進んでいこうっていう自分にまたそれブレーキかけないってなんか仕事しながらすごい思ったんですよね。でも絶対行こうと思ってまあ決めて、そしたら仕事はまあ順調に進んでこう割と早く終わったりとかで、じゃ あの東京の方に戻る、その、 あの渋滞とかそういうのもなく、しかもなんかしかもこう一本道で帰ってきたみたいな、その集合場所にね、ここの場所に、なんかスムーズに変わるんですよね、そういうことって。なんか一歩踏み出して動いて動こうって決めると本当に踏み出せる。今まではそれをこうやりたいやりたいって言いながらやらなかったし決めなかったし、だからすごい僕にとっては本当に記念日なんですよね。あの人間に生まれて、まあなんだろう、まあ言いたいこと言っちゃいますけど、僕もう生まれてこないじゃん人間では、あの体を持っても生まれてこないって自分で決めている、なんかそういうこう記憶がもちろんあるんですけど、約束をずっと持ってるんですけど、やっとそれに迎えるのかな。本当にこの星に来て、本当に、光と闇が統合されて、で本当の、姿に光に戻っていくっていう、もう体を脱いで、その次元を卒業するっていうことに向かって、まあ、一歩本当に歩き始めたっていうか、本当になんか本当の自分の今世生まれた意味とか、この場所に生まれたその意味とか、その約束事みたいなものが、あの今まではそれをこうごまかしてたのも、いやいやそうじゃなくて本当に自分が何やりたいのっていうことがしっかりこう思い出されたし、それをこれからやろうかなって 100% 生きようかなっていうふうに今は思ってます。そう思えたのはあの愛ですよね。ヒロさんと、まあ、エリコさん最初そうやってなんていうかあの投げかけてくれた、ずっとそうしてくれてたんですけども、それをもう本当に自分で受け取ろうって、で受け取って受け取って受け取って、でまた自分もその愛を作って、自分の愛が溢れたら今度他の人にあの惜しげなくあの与えられるだろうし、そうやって、まあ、自分が変わっていけるし、まあ、地球が変わっていくのかなっていうふうには思います。ごめんね、いっぱい話しちゃった。でも今回あのエリコさんの方から表現するといいよっていうことを先週末そんな話をしてた中で、まあ、急遽、まあ、今日火曜日ですけどこういう流れがあって、で実際にこの場所に来てくださったことを、やっぱり私たちはすごくその自分を思い出したいっていう気持ちがあって、でもそれは周りの人がその歩みを歩んでいたとしても、結局一人一人が自分が光の道に戻ろう、本来の自分で生きよう、自分の本来の感性を表現しようって、今まで地球で学んできたそういうネガティブな感情や経験っていうことこそが光の道につながるとても大事なターニングポイントだったって
闇を光に包み込んでいく、うん、今までは闇に飲み込まれていったものが、うん、闇をも包み込んで光へと変わっていく、その流れやタイミングやプロセスは絶対自分が決めて動き出さないと変われないものだから、今回しにさんと一緒にこうやって番組に出させていただけていることがやっぱすごく意味があるタイミングだなと思ってますし、また2016年に向けて、うん、もうあと半月というところで、まあ、こういう形で時間と場所をテジさんの方から設けていただいて、このタイミングでこうできているということが本当にありがたいことだなって強く強く感じます。で、私のことはもちろん過去いろんな話をしたり、またエリコさんもご自身のことを正直にさらけ出して話していく中で、じゃあ元のパートナーのシンジさんはどうだったんだろうっていうふうに実際そういう関心を持って見ている方がいることも私たちは重々承知していく中で、まあ、このようにして席を同じくしてこうやって公表の場というか公的な場所でこういうふうに出ていることっていうのはすごく今回本当に身近な人がやっぱどん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 光の道に入っていくっていう流れが起きていることや自分たちもそれを歩んでいるっていうことをやっぱり変わっていく、自分が変わっていくと周りもどん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 そっちの流れに変わっていくんだなっていう、その本当に今日は白と黒なんですけどオセルのオセロがひっくり返る、本当四隅がもうパパッと決まったらあとはダダダダダッといくっていう感じの象徴的なやっぱここ光景だなっていうふうに衣装を別にそうやって合わせてきたわけではないんですけどなんかそういうこのタイミングだったなっていうふうに強く強く感じます。で、今日はこのあと12月11日のワークショップの映像も公開っていう形で流させていただきますけれども、その中で、まあ、2つほどちょっと訂正というか、まあ、また後でテロップで出てくることになるんですけども、私たちマスターゲート氏率いる、101キャンドルライトの方々といろんな形で交流をさせていただいてますので、そのご案内等もこの後の映像の中でも流れていきますけれども、12月の23日から30日までということで日にちが変わったのと、大久保の、周辺の会場から、青戸の、キャンドルライトのセンターの方に、講話の場所が、9時半から、青戸の、キャンドルライトのセンターの方に変わったということで、今日19時半、はい、19時半で、開催しますということで訂正のメッセージが来ましたので、改めて口頭ではございますけどご案内ということをさせていただければと思います。あとエリコさんの表現の中で、一点、バシャールコミュニケーションとのやり取りの中で時系列のものが2013年の5月という話をされてた一件に関しては、実は1年後の2014年の5月にあったということだけ訂正をさせていただければなというふうに思います。この後番組をご覧になっている方は、映像での感じになりますけれども、今日はこういう形で、番組出させていただけたことに感謝させていただきます。それでは映像の方テジさんよろしくお願いします。今日は皆さんどうもありがとうございました。今日本当朝早いところをましてすごい雨の中、皆さんこうやって来てくださってありがとうございます。雨大変でしたね。もう北海道から昨日の晩に来てくださったり、石川県から来てくださったり、またこれから九州の近くから来られる方がお二人いますね。そして愛媛から来てくださったり、本当に皆さんありがとうございます。福島から来てくださったり、そうです、山梨から来てくださったり、あ、そうです、仙台から来てくださったり、ありがとうございます。こうやってワークショップをするのは本当に久しぶりです。つい最近まで海外で生活してたもんですから、そしてうちのみんなとそのワークショップをやってた、ワークショップというかシェアリングギャザリングです。
ですね。そういった関係でこうやって一般の方を含めたワークショップは本当に久しぶりな形になります。皆さんがこの惑星に降り立って何回、人によっては何千回、または人によっては何万回っていう輪廻を繰り返してきました。この惑星でこれからあなた自身が大いなるあなたに戻っていくんです。本当の自分がいますよね。今まではいろいろ先生だったりメンターだったりマスターだったりいろんな手法を外に力を見て情報を探していろいろ勉強しなきゃこの社会に属せないかと思って一生懸命やってこられた、その私たちの生き方が変わっていくんです。外に見ていた力を自分に戻すことで本当にあなたの中にある内在する、それこそ神と言ったり、または大いなる自己と言ったり、ハイアーセルフと言ったり、サイジングプレートとかいろんな言葉がありますけど、こうして皆さんと時間を共にしている中で、ここに今宇宙的な存在がたくさん集まってきているのを感じるでしょうか。光の存在です。人間は目に見えるものだけを信じてきたので、本当にこの世界がリアルでしたでしょう。でも目に見えないことこそに真理があって、それはあなたの中で感じる心の感覚であったり、この世界がどれほど美しいか、この世界は美しいですよ。人の死も悲しみも人との違いのジレンマや怒りもどんな感情も美しいですが、それを極めてください。それがあなたの選択になったわけですから。この惑星に降り立って波動されるということは、本当に自分という存在を忘れないとやれなかったんです。本当の自分が光の存在であり、全てとつながっている大いなる大きな存在だ。その自分自身を思い出すために、過去の記憶も魂の傷も痛みも恐れも寂しさも全部今までのそういう否定的と言われる体験、それがあったんです。変えていけるんです。変えていけるんです。だからきっと今ノンデュアリティというその巷ですごく流行っている情報ありますね。イメージそれが流行ってくださったおかげで、私はとてもとてもやりやすくなったんです。それはね、この見える世界と見えない世界の共存している美しさや、そして一人一人が大いなる創造で、創造の意思主であるということ、それが分かった人から意気揚々と生き始めていく時が来たから、経済にしても、健康にしても、身体的不具合、精神的不具合、社会的不具合、経済的不具合、どんなことも変えていけるって。それは誰か何か外の素晴らしい人が自分の人生を変革するわけではなくて、あなた自身が変えていく力があるじゃないですか。それはすごいことですよ。すごいことなんです。皆さんの存在ってとてつもないんです、本当に。でそれを生きている人たちが今この惑星に生まれ始めていて、隠れキリシタンのような形ではなく、私こそが本当の大いなる存在だ、すべては一つの存在だ。ゆりこさん、福岡さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日福岡からありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
座れる本当にありがとうございます。こんなに本当にお越しくださってありがとうございます。じゃあ今日はこうやって皆さんが集まった中でどんなお話をしましょう。皆さんでどんな楽しいお話をしますので、何か聞きたいことありますか。何か聞きたいこととか、何か話したいこととか。今回じゃあ韓国に2ヶ月、まあ2ヶ月言ってもその間にセブ島で2週間いたもんですから、1ヶ月半は韓国で、で2週間セブ島にいたんですけど、楽しかったです。皆さん思い出せるとこ来ちゃいましたね。皆さん初めてお会いする方、そしてこの
私の両親が敵に回ったとしても、元パートナーや子供が敵に回ったとしても、私は自分に対して背を向けることができなかったんです。とにかく自分が誰かということの、そのエネルギーや肉体を持たない自分の大きな意識、自分がふるさとがどこであるか、この地球じゃない、私たちのふるさとというのはここじゃないんですよ。起源はここじゃない、もともと宇宙からやってきたでしょう。肉体を持って波動を下げて、人間というこの物理的世界を体験したくて来たじゃないですか。そしていろんな時代を超えて、ムーやアタガツディスやレムリアやいろんな過去の文明を超えて、そして所有という概念を持っていっぱいいっぱい戦って、傷つけ合って殺し合って殺されてみたいな、そういう所有という概念があるから戦ってやってきて、そして今この時代に私たちは戦い、武器を捨て、そして戦わない、どんな現実も私が作り出しているからこそ、私が変わっていけばいいという、自分の中にあるどんな考えやどんな生き方のスタンスがあるのかを本当に自分で透かしてみせて、その自分を変えていこうって、変えていったら、そんな裁判沙汰で訴えられるなんていう現象を超えていくんですよ。そして今何が起きているかというと、この方のご両親が本当にありがとうって、この方の元パートナーが本当にありがとうって、わかります？戦いのない次元ってわかります？この指先のつながりではない関係性って、元パートナーも今度はここのプログラムに入って皆さんと共振共鳴していきますよ。彼自身も本当の自分を知りたくて、昔私が属していた、グループがあったんです。そこのグループは、私がその彼女から離れていった後に会社となって、いろいろ大きくなっていったんですね。大きくなっていくと同時に、人もたくさん集まり、聞いてくる方がいっぱいいらしたみたいですね。でも2010年に破綻をしたんです。なのでご存知の方は、こういう精神世界やスピリチュアルの教会の中で破綻をした現状とか情報を知ってらっしゃる方いっぱいいると思う。そういう状況もね、結局私から見ると、私の観点から見ると、本当にそこまでの現実を作ってまで私に見せたかったことがあったんだなって思うんです。それは何か外側にいいものを広めようとか、こういう素晴らしい人がいるとか、そういうことではなくて、私たち一人一人が尊いということは、自分の中に素晴らしい自分がいるということ、外側のものや人じゃないということなんですよ。自分の中にその本当に全てを知っている自分がいるから、その自分に耳を澄まし、その自分の心の感覚に従って動こうって、動き出したあなたはもう変わるんですよ。変わるんですよ。本当に変わるんですよ。なぜ私たちみたいな、そのどこの誰だかわからないようなところに人が集まり、そしてここに対して共鳴をし、多額のお金や時間を投じてくださって私たちを育ててくれたなんて、みんなで培っているものがあるんです。それは心の絆ですよ。心の絆ってお金じゃ買えないじゃないですか。でも人間の皆さんってひたすらお金儲け大好きでしょ。お金やいい家を持ったり、車を持ったり、何か所有して、そしてこれが家族だみたいな、何かあったと思うけれど、本当にそういう幸せのモデルケースなんて太っちゃいますよね。どんなに形を固めても、そこにエネルギーや純粋な人の思い、そして信頼関係、絆、心の団結、そういったお互いを愛し愛され、大切に思いを思われという関係性がなければ、どんなに形作ったってないじゃないですか。お金だって実体がないことだし、経済なんていうのも実体ないですよ。本当にね、心はお金で買えないんです。でその心というのは、あなたを信
思いして働くこと、それでいつも眉間にしわ寄せて大変な思いをして、そして真面目、生真面目でいることがまたかもいいことのように、でもね、生真面目で生きてる人ほど融通が効かないんですよ。完全に視点が固定されてしまっているので、物の見方が狭くなってしまい、こうであらんでばってどこか無意識なんだけど、そういう波動や自分のトラウマのものを身にしちゃうようなところがあったんです。で、その生き方を見て育つ子どもたちは生き方に窮屈さを覚え、何か不自由さを感じ、こうで斜めではっていう親の価値観、ルール、法則、価値観にのっとって、子どもたちは親に愛されたいからね、一生懸命やるんだけど、子どもね、皆さんももう親に認めてもらわなくても OK よ。あなたがあなたを認めてあげることを、そしてその同じ価値観で出会う人たちがもうこうやって集まったじゃないですか。あなたがあなたらしく生きていい、それでこそこれからこの新しい世界で経済が回るということを皆さんに見せていきたいと思っているんです。みんな言うでしょ、精神だけで経済が伴わないというか、例えば経済的、三次元的に一生懸命生きている人たちにとっては、精神性を語る人、何か清く正しく、正しく美しく貧困みたいな、言うわけですよ。じゃあ現実は自分が作っているというのであれば、ここで1億円作ってと言った、昔メンバーの方の息子さんがそういう方がおられました。エネルギーがあります。純粋なところですよ。駆け引きや身柄拘束されてギブアンドテイクとか、そういう等価交換的な世界ではなくて、本当にただただ愛を放出していくだけで、ただただ自分が今持っている愛を信頼の人と分かち合うだけで、それでも回せるもの、あるんです。実際だから人間の皆さんは何か組織に属してお金を得るというやり方、また個人事業で自分の好きなことをやってお金を得るんだけども、どこかこじんまりとみたいな、そんなところから抜けていけるということです。私が言うのはこれから社会の仕組みが変わっていきます。社会の基盤、テンプレートが変わっていく、恐れを助長して、そして人に従わせる、または誰かに従っていかないと自分は生きていけないと思ってた、また人に力を見てこの人についていけば大丈夫だろうみたいな生き方であったり、そこに身を捧げていく生き方、それもいいでしょう。その人がそれでいいと思うんだよ。でも多くのこの惑星の意識の中で、その生き方はもうインナップだって言ってるんですよ。今までの誰かに従いていったり、聖者、いろんな何か素晴らしいという人に力を身についていくんではなくて、私という存在が誰かを本当に知りたいって、本当に知りたいと思ったら、あなたが今自分にとって情熱にしたらって動くんですよね。そのきっかけが今日だった人もいますよね。ここに来るまでにすごく勇気がいった人だっていっぱいだと思う。初めての人いっぱいいますよね。すごく勇気がいったと思いますよ。雨が降ってくれたから今日来てくださってありがとうございます私はね、すごく光栄です。すごく嬉しいですよ。今まではこういう話はどこか頭がいっちゃってる人、またはカルト集団ではないかって、私もね、一時期ある団体に属してたことがありました。2010年の7月の1日で辞めたんですけど、完全にそこで学んだんですよ。誰かカリスマを作ったり、リーダーを作ったり、メンターを作ったり、そんなことする必要がないって。人についていったら本当におかしくなりますよ。あなたについていかないとあなたについていったら、あなたは路頭に迷わず
プールとかオーラが見えるとかチャネリングができてるとかそんなのどうでもいいんですよ。一別体験があったとかワンベース体験があったそんなのはどうでもいいんですよ。今のあなたにその知ってる自分がいるということです。自分がこれからの人生どうしたら自分をより豊かに心を開いてそして心を開いて本当の人間の関係性本当に自分らしくいられる家族との関係子供との関係パートナーとの関係お互いの人生をよりよく共振し合ってお互いがよりよくなっていくそんな次元がこの肉体を持ったまま人間が体験をしていくんです。これは許可を出した意識からです。許可が出ないことには絶対これはやらないのでいろんなだって役柄を演じてきたじゃないですか。夫として妻として長男長女として子供として娘としてまたは役柄役職立場でもねそれがあると本当の自分は見出せないという気づけないというトリックがあるんですよ。その枠を持っちゃうから私はこういう人枠をそれを私は制限と言うんですけどその枠があるとその枠通りに人間生きるでしょ。その枠を何層にもして波動を下げた私たち人間
その枠を破っていくんです。それでこれが私だって思ってたものを捨てたとしても絶対残るから、絶対残るんですよね。ひろみさん、今日来てくれました、ありがとうございます。お会いしたかったです。よかったですね。ひろみさんがおっしゃってくれた昔見たそのノアの箱舟、ね、ノアの箱舟に乗れたらいいなって思われてたその箱舟、ね、ご自身が箱舟だし、ご自身がその箱舟宇宙船のキャプテンで終わりだし、あなたがあなたの操縦席に座ったことで、ここからあなたの人生が変わるんですよ。映し出す家族やお金や全部です。もう子供たち、エミは完全にクリスタルチルドレンなんです。ミキもです。そして本当にこれから肉体を持っている意識というのはとても目覚めているので、私たちの子供の時とは違うんですよ。明らかに。明らかに違うんです。私たちの子供の時と。なので、この彼女が言うわけです。ゆちこさんに、えりこさんのとこ、行くといい。ママを導いた彼女ですけど、これからね、そうです、子供という人たち、若い良一さんや若い皆さんから、若い皆さんから私たち、そうがっつり眠ってきたじゃないですか。眠ってきた生き方を露呈させて、共に共振共鳴して変えていくんですよ。というか変わっていっちゃうんです。誰が上とかしたらないんです。新しい世界にリーダーなんていらないから、カリスマもいらないから、誰かがすごい人が現れて、あ、皆さんのお金も全部私が浄化してあげましょう、いらないから、そんなもん。そう思いません？ある一部のカルマを浄化できたとしても、分離した生き方をやってたらまた作るんですよ。同じな、元の木阿弥にまた入っていくの、潜っていくの、絶対潜っていくの。不思議なんだけど、どんなに高い周波数に出会ってても、その時だけなんですよ、目がカーンってなって。でも、日常が眠っているから、本当にまた日常にあると、またありとして、また役柄を演じていくわけです。新馬ありとして、自分の。で、外に向けるでしょ、人間って。外を見て眠ってきたので、外との人との違い、またお金がないと生きていけないんじゃないかとか、また、長いものには分かれよ。完全にそのカラクリを知ってるんです。大人がどんな生き方をしてきたかですよね。私たちがどんな眠った生き方をしてこれで良しとしてきたか、でそれを気づいた人からそのヒエラルギー、ピラミッドから出ていくわけじゃないですか。私たちみんなが同じであるということですよ。同じなんですよ。ここが何か特別だと思ったらそうじゃないんです。あ、こういう人を通して見る何か力強さや何かこう感じれる、なんか自由そうだなとか、それはあなたに終わりになるってことなんですよ。で、それを体験していくには今自分にとって一番ワクワクすることをやるんです。心を踊ること、胸を踊ること。でもね、マシャルの情報っていうのはね、これはすごく人が混乱していたとも思ってます。ワクワクするからって会社やっちゃって、それで行き場がなくなるわけですよ。経済が破綻した人いっぱいいますから。本当にワクワクだけでは無理なんですよ。自分が誰かということを知った上で、この地球で存在してるわけですから。私たち体を持ってどんな現実に対しても、ああ、私が責任を受けよう、どんなことも僕が解決していこうって絶対できるんですよ。どんなこともです。それは私の得意、ちょっと得意かもしれないですね。一緒にこう横にいて、一緒に生きて、共に歩んで、一緒に笑って、一緒に共に生きることで、ああ、それは壁じゃないよ、扉になってますよって
ってるんです。全て人間の皆さんがもう幸せになる時なんですよ。でもこれが私がこんなに興奮してっても皆さん興奮しないでしょこんな素晴らしい時代を興奮しないわけでしょ。だそれ不思議なの。でもようやく最近にして私と同じように心躍る胸躍る人たちが生まれてきたんですよ。ああどんな現実もお金がないと思ってたけどお金じゃないんだ。純粋な心、自分に対する誠実な愛、信頼、慈しみ、育む私という存在が誰かを知ろうって。その時には外に向けていた意識をとにかくこっちに戻す必要があるんです。外を見て人との違いを見たり嫉妬だったりやれないできない羨ましいだなんだあかんだいろんなそういう体験も美しかったんですけど、それを十分もうおやりになった皆さんはその外に向けてる意識を自分に戻すんです。そして今毎週毎週できる限り光ることをやるんです。自分自身に戻るということが軸に決まったら盲目的なワクワクには走らなくなります。だって分かってるの自分で、ね、外側の現実や地位や名誉やお金というものを得ても全く使えないんですよ。どんなに地位や名誉やお金というものを持っても存ぜるかも私みたいにいつもこうやって私も遊んでるから私だって働いてないですもん。その時その時に会社だっていつなくなったって構わないと思ってます。そんなの形あるものはどうせ消えるんだ、そんなものを維持しようって全然思ってないです。ただ今私がやりたいことは多くの意識ともうこの人間界で人間を卒業していいという魂との出会い、そしてましてや日本人として来たじゃないですか。なんで日本人として来たと思います？あるでしょう、目的が。今世やりたかったことが終わりになるじゃないですか。忘れちゃってるかもしれないけどあるんですよ、ここに来た目的が。過去の破壊や所有ではなく本当の平和、本当の調和、所有から共有していく喜び、人と分かち合っていく喜び。がむしゃらに自分だけ頑張らなくていいということなんです。父なんて軍事評論家ですから、あの人この世を
をバリバリ生きてる人、戦争、戦術、戦略とか国の防衛省の人間で頭に知識がいっぱいあって、このシャバの世界っていう人が、ああ本当にこの世の中で世界が平和になる、戦争がなくなるには、あんたが言うように一人一人が本当の自分を思い出していくことでしかならないんだねって、今は言うように、そんなんなんてみんな外で言おうとするじゃないですか、ね、外なんて変える必要ないし、問題がないんですよ。問題だと見てるそのあなたの心の中の問題だったわけですよ。問題なんてないんですよ。問題を解決しようとするからややこやしくなってたわけで、経済にしても体のことにしても、結局自分が魂であるという観点を忘れてしまってるから、出てくるからだったりと思います。あきりさん、はい、いやー、とうとうここまで自分が来たかって感じですけど、まあ、素直に思いますそれはここまで来たっていうのが自分自身の中を本当にこう明らかにしてきたっていうか、自分がちょっと認めてきたっていうところなんですけど、私本当にね、自分を認めたくないものをずっと持ってた。YouTube とかでもね、喋ってるんですけど、結局その体験したいことが、この世は本当にアホみたいな、その分離の仕方っていうか、分離体験が何個もあったんですよね。なんだっけ、忘れた、忘れた、そう、ステージだったりとか、その何だっけ、あの性的虐待受けて、その関係性からその女性性の拒否だったり、あとあのブラックって言われるところに住んでる、そのブラック差別、非差別ブラック、先天性側弯症、ね、僕とか言ってる、あと 何とかあったんです、もう忘れてます何とかやつあったと思うんですけどね、それをやってきた中で、本当にその人には言えないっていうことをずっと言ってて、その性的虐待なんて絶対言われへんかったし、親にも言えなくて、でその親は聞かずに死んでるんですけどね、うん、でも それが自分にはあんねんけどなかったことになってて、それに伴って私は絶対あの女性として生きてはいけないから、そんなこんなあかんが無理無理みたいな、そういうふうな、その性の対象として、その小さい時、その小学校とかも上がる前だと思うけども、そういうふうに見られてるっていうことが分かって、でも絶対それ無理とかって思ったんで、そこから自分の女性性っていうのも拒否というか、もう一切なくした感じで、で、ブログとかに書いてたと思うねんけれども、結局そういう預けられてた家のところで、そこのそのお兄さんたちに、性的虐待、性的虐待とか、いたずらさんっていう、まあ、現象を作って、それも結局は自分がそういう加害者、被害者をやってきた中で、そういう体験をしたかった。で、加害者となって売れた人に、本当にそういう体験をしてさせてもらってありがとうという思いは、2012年に、9月8日に変わったんですけど、そこの感謝には、でもその感謝には変わって、本当にあの体験させてもらってありがたいとかあってけども、その中では自分その女性性というのを拒否するのがやっぱまだあった。でそれは自分の中で気づかなかった。でずっとその女子って言えば可愛くしたりとか、その中学校ぐらいになってきたら体が変わってきますよね。本当にその性になったりとか、なんかこう胸が大きくなったりとか、まあ、女性になっていくんだけれども、男性になってたの、ああ、そうだ男性にはなってないんだけどでもそのままやったよ、びっくりするぐらい。でも私は自分はそうやと思って、みんなそんなもんやと思って、別に自分は特別そんな風な人と思ってなかったの。ほんで、まあ高校とかで行って、で私看護学校に入った時に、看護学校になったらまあ分かるわけですわ、勉強するからね、あの婦人科とか、で、あら、私、違うかもって、なんかおかしいかなとか、そこで初めて思って、で、まあ、それはそれでいいかなとかって思ってみて、
けれども、男性を拒否するにする割には好きな人がやっぱりなんか好きな人っていうかなんかいいなと思う人がやっぱり小さくしなくなったんですけども、でまあそのままずっと今まで来た中で、その性がないことは私の中では全然普通のことだったんです。それが推し隠してたこととも思ってなかったし、ああ私こういうふうに選んで今こうなってるからそれはそれで OK やっていうふうにすごく思ってた。それが今年の今年あれ韓国は今年いつ今年やね、今年9月あれ10月の出来上がりですよ。10月下旬前ですよ。そうね、そうそう、10月ね、もうね、日にちわかる。その時に、韓国行って、それ行く前にも、本当に私は自分と、本当に自分を知りたいっていうことを一つにして、韓国に行って、で、行った時に、こうね、真澄さんと私と、ここ二人、ニューネット二人とご飯で喋ってた時に、何回か前も伝えてるけども、好きな人いないんですかって言われて、今までは、ほら、ごめん。って言っててんけども、その時はって思った時に自分の中で、ああ惹かれる人がいるっていうのをシュッと出てきて、でそれをシュッと口に出して言った途端に、誰も何も言ってないのに自分の中がなんかわーっとなんかこう溢れてきて、誰も何も言ってないのに涙がひょひょひょって出て、そんな人じゃないんですけど、ひょひょって出てきて、で全然苦しいと思ってなかった今までが息苦しかったんやっていうことにすごいその溶けてた中で分かって、ってで結局その惹かれてる人っていうその人がどうこうじゃないんですけど、その人を通して私は自分の中のその女性性っていうのをすごいこう思い出させてもらった。でそこからめっちゃ変わったんですよね私本当にめっちゃ変わったんですよすごい綺麗になったんです。そうでしょ、もちろん華やかな方なんですけど本当に変わったんです。彼女ね、お化粧しなかったんですよ。お化粧するのが嫌なんだと、可愛いと思われるのがもう絶対嫌だった。だから目立つ格好は絶対、足も長くて、なのにとにかくもう目立つことが嫌だった。 その割には目立ってたみたいな看護師の時代ね、すごい不調さとかに怒られそうとして、目立つの嫌や言いながら、いやーと髪の毛色にしてまつげないんだけど、緑やら青やらにブンブンやってたりしてたと思うさでも目立つの嫌とか言うのね、そういう矛盾なね人がさ、ね、でもその時からすごいこう自分の中がこう活性化っていうのかな、思い出してきて、で、その次セブ島に行った時に、その101キャンドルライトのその安田ゲイトさんのそのスタッフと一緒にやられてる方ですよね、ドーマンの方で、その方が私去年法話を聞いてなんか惹かれるものがあって、それが別に何とも思ってなかったけど、その看護を見た時にその人の名前が上がってきた時に、わーとかって思って、でその方があのセブ島でのそのキャンドルライトさんの法話に聞かせてもらった時にちょうど来られてて、でもう本当にありがとうございますっていうことを礼を直接も言えたし、でやっぱり彼の直接というよりも私はこの101キャンドルライトを通して本当に知り合ったし、またそこで思い出させてもらったっていうことで、日本人の講話の時にゲイドさんにこう出会えて、本当にありがとうございますっていうことをあの言わせてもらった中で、自分の中がです、もうもっともっと溶け出してきて、でそこからはもうね、中一女子ですわ。ほんまに自分は知らなかった中一女子が始まって、もうね、持ってきた服がなんか着れなくなって、で、その、奈々ちゃんにね、服貸してもらう、これもいつも着て、え、そうなんとか言って、それを着たりとか、向こうで買ったりとかして、もう戦争の時から私、着る服で全く変わったんです。これもママさん手作りだね。手編みのね、やつで、もうこれも奈々ちゃんと一緒に買い物行ったりとかして、本当にもう変わってしまって、で変わってきた中で自分の中のその今まで女性の体を拒否してたから、そういうものが全然何もなかったのに自分の中でね変わってきたんですよね。本当に体もね、びっくりしたね。自分がえってこう中一女子に見られるような現象っていうのが本当に出てきて、で、ああ体って本当に自分の心だけで変わっていくんやっていうのがすっごいそれを体感したんです。で、その中でこう、あの、
聞かれる人と一緒にいたいっていう思いもやっぱり出てきて、それそれですごく良かったけども、でも好きとか嫌いとか、そこを超えたところで私は一緒にいたいなっていうところで、かといってその韓国の方やねんけども、韓国に行くのはいいねんけど、行ってどうすんねん、一緒にいてどうすんねんっていうのが出てきて、ああ私本当にその人と一緒にどうとかじゃなくて、私が私と一つになって、心、自分の心とつながったところでみんなとつながりたかったんやなっていうのが分かって、で私はもう本当にその結局やってたことは、自分の心の中でもその恋愛ごっこみたいなことの中一女子的なことを十分その1ヶ月くらいのことをキュッと凝縮して楽しませてもらって、でも自分の中でやりきったのがすごくあって、でもそれは自分が自分とつながったところで、そうみんなと本当にその自分とつながっていきたいという人たちとつながって、本当に新しい世界、もうすでにできている新しい世界を共に手を取って作ってもっといきたいなっていうふうにすごい思いなんですよね、この2ヶ月3ヶ月の間で。その人のためにみんなをする化粧とか服とかするっていうんじゃなくて、私は私がこうやってることがすごく嬉しくって、その中でこう喜んでできていることがなんかすごく嬉しいとか、なんかこう、ああ自分の輝きをもっと出していいなっていうことをすごく思い出せて、でもう変わりましたねとか、綺麗になられましたねとか言われるたびに、もう皆さんのおかげだって、皆さんの感謝で見せてくれて、自分も思い出していいよって、そのままでいいよってことを言ってくださったおかげで、ああそうか、じゃあそれでいこうっていうふうに思い出す。そこに今たどり着けてるというか、今ここにおれることがすごく、はい、喜びです。そんな感じ。2012年の4月に初めてあくみさんにお会いしたのがロサンゼルスの河原ホテルというところです。で、河原って言うとって言うんですけど、あの非常にお世辞でもいいホテルじゃなかったんですけど、バシャールも、ちょうどその当時4月から毎月ロサンゼルスでイタリアンを通してバシャールのセッションに行ってた最初の1回目に、隣にいるナオミさんがフェイスブックでタイムラインでシェアしてたのを見て、行ってらっしゃいねっていうふうに午前中は言ってたのに、夕方の4時過ぎに大阪在住山崎さんに私も行きたいですっていうメールがうちの、ホームページを経由してメールで届いたのがきっかけで、じゃあなんとか部屋だけ取っていただければなんとかなりますから、じゃあ来てくださいということで、思い出に残る河原ホテルでお会いしたのが2012年の4月ですね。はい、そこからもともと PL の看護師長をされてた、看護師さんをされてた方なんですね。でいろんなそういう自分自身がいろんなものを背負いながら、お父さんを知らなかったり、またわざわざお母さんが亡くなってから委託を通してお母さんを呼んでもお父さんの話が聞けなかったっていうお家もあるんですけど、頑固して母は委託さんを通して手を呼んでも、その件に関しては口を挟さん何一言として話してくれなかったっていうことなんですけど、でそういう意味ではお母さんがお父さんのことは一切親戚兄弟にも全く話をしてなかった中で、ご自身がそういうものを持って生まれてきたということと、青森から大阪の方に行かれて、そこが童話の問題になっている差別があるようなところのエリアに住まわれて、ご自身がそういう出身だったということではないんですけども、そういう環境の中で差別をする側される側っていうのを体験しながら、さらっと言ってますけどね、引き出しから出てくるものってそんなに軽いものがなかったぐらい、いろんな体験をされていく中で、やっぱ自分につながるってことは何だろうってことが、最初はバシャールに会ってみたいっていうのは軽い気持ちで来たんだけどって、で蓋を開けてみると、それは単なるきっかけで、やっぱり私は私を知りたかったし、自分とのつながりを思い出したいっていうことだったんだなっていうのが、そこから1年近い、ね、やり取りの中で、ご自身が先ほどおっしゃったように9月の8日、2013年の9月の8日、うちに泊まって2012年
で、走馬灯のように彼女が小さい頃から今まで生きてきたものがフィルムのように見えて、話すの。はい、はい、そう、2012年の9月8日です。全部、7月の時に、まだ2回目のシャールに行った時に行ったんですよね。その時に、あの大阪の家100ですかっていう言わせてするのが、で、私は大阪の家にいてるけども、いつもなんか東京に行ったり、どっか行ったり、食べたり、何やみたいな、うろうろしてて、大阪の家に1週間から10日、ずっといたことがほとんどなかったような人で、で、会社から仕事辞めてから、で、あ、それ100ちゃうね、私、違う違う、そのあの家100ちゃうねとかって言って、じゃあどうしたいんですかって言われた時に、私ねって、フランスに住むのが夢やったから、フランスに住みたいとかって思って、あ、もうそしたらもう家出てフランスに行くって、2ヶ月半か3ヶ月フランスに行くって決めて、決めた時に夜候補して出られへんって、なんかその時のバーニングではすごく熱くなって、ちょうど20年くらいこう乳腺先生食っていうのをなんか仕込みのね、乳房のところに持ってたんですよね。で、まあ、それも放置してたんですけど、でそれ放置してて、それが何も熱くなってとか、もしかしたら溶けるかもとかと思って寝て起きた時に、まあ、それも忘れててすっかり。で、夜のセッションの時に、そういえば夜寝てるので、ね、全然寝られへんってさ、なんかこの溶けると思ったら、あ、溶けてますみたいな、一晩そのしこりが本当に溶けて、で、本当にその、日本に帰ってきた時に家も思った通りちゃんと自分のいい寝で売れて、で、9月の終わりから、どうやってフランスに行くっていうこともちゃんとなったんですけども、そのフランスに行くまでの間に、東京に出てきて、で、ホテルはあってけれども、なんか、レジャーが泊まったらいいよとか、そう、そんな言葉にまでめちゃめちゃ泊まるわとか言って、何日も泊まってた間の9月8日の時に、今、ずっと、何気なくずっと朝から晩まで一緒にいるから、ずっと何気ないことを喋ってる時に、ふと、全部が、その今までの過去と言われるものが、こう、バーって、こう、なんていうかな、映画みたいに、ダーッと出てきて、スクリーンがダーッと出てきて、で、それが全部、自分が選んで、体験したこと、全部体験したかったことやっていうことが、本当に分かったんですね。バンって変わったんですよ。オセロの白と黒が、ペタってひっくり返るみたいに、全部もう、一世の世界、ガンってひっくり返って、あの時、わーめっちゃ話しやなみたいなこと多分言ったと思うんだけど、あとは覚えてないけど、なんかそういうふうに一斉に変わった、その自分の過去を全部が、言いたくなかったことも全部変わって、全部が感謝になって、私本当にそれを体験したいために今この地球に生まれてきたんだなって。そう、でもその体験だけじゃなくて、その体験があったからこそ、その自分を元の人を知るっていうところ、本当は誰なのかっていうのを、それをきっかけにして、自分は今ここにあるんだなは若く9月8日でしたね。その9月8日は私の誕生日だったちょうどそのマシャールの毎月4月から4ヶ月行って、で8月にマシャールコミュニケーションズからオファーがあったんですね。日本とロスでスカイプをつないでイベントをしませんかっていうオファーをいただいて、それで初めてイベントをやったんです。その当時、そのイベントをやるのに、かなりマシャール君にそのペイをしなければいけなかったものですから、そのイベントが終わった直後に言うわけですよ。来月の9月10日、会社としての支払いが90万あるんですけど、っていうわけですよ。で、でって私言ってじゃあ、今お金ないでしょ、あるところに移行すればいいって本人材、現実を語らないっていう人に言ってたんです。ないないないと現実を語るから、ないというリアリティが固まっていくんです。足りない、欠けてる、ないないない、その欠け感ですよね。お金がないという。で、またまあ無意識にそれを許可している人もいるんですけど、人間って波動を、要は自分が枠を持ったまま人間をやるために、それが好きでね、五章大事に持っている周波数もいますけど、でも本当にあなた自身がそこを出てよければ、本当にその現実を語ることをやめて、ああ自分が今何を捉えていく必要があるのか、自覚をする必要があるのか、どんな生き方をやってきたということを認める必要があるのかということが分かったら、どうせ状況は変わっていったりするんです。
それと結局お金お金って言って結局自分で働きたくないっていうのがあるみたいなんです。今まで身を粉にして働いてきたからこれ以上一生懸命働くのが嫌だ、下向いて働いていくのが嫌だみたいな思いもあるし、でもその人間を転生しに来て自分と分離した生き方がどういうスタンスだったのかっていうのをよく自分の中で中立なところでですよ、判断がないところで認められた時、自覚できた時には波動が変わって次元が移行するんです。いる次元がないという次元からあるというところに移行していくんです。で、さっきその9月8日に来てくださったのはちょうどこの方が9月8日に90万の支払いがあるんですけど、あるところに出てきた、もうこれ以上現実を語るのはやめるといいねって言って数日後、彼女がもともとこういうそのエネルギーをもっと日常的に使えたらいいなと明美さんは思ってくださっていて、そしてなんかそういうプログラムだったりとかいつでもコンタクトができるようなそういう環境があればいいのにって思ってくださっていた。その時に私の中で何の巡りもないんですけど、彼女が現金を77万円封書に入れて持ってくるというビジョンをバッと見たんですって私言ったんですよ、今このビジョンが見えたので、で私はもうその時に見えたものは言わないとすぐ忘れてしまうんですから、話した後に9月8日土曜日だったから77万の封書を持ってきたんです。でそれはお客さんにはもちろん言わない。私はその特徴として同時並行の地球が匂いだったり嗅覚だったり、これはどうも特徴みたいです。でも当然人々の幸せだったりそのみんなとその本当の平和な地球を想像していくところにフォーカスを当てているとそっちが見えてくるっていうなんか特徴があるんです。だから人がいろんな人が問題を抱えて私のところに来た時にその質問と同時に答えが私の中で見えて、なので今口コミでこういう形で多くの方が生徒を持ってくださるようになりましたけど、まあそれも言っといて、でも本当自分の中をつなげていくと今まで使ってなかった超感覚、それを超能力という人がいます。私はどっちかというと超感覚という言葉を使いますけど、超感覚にアクセスがいくのでこの物質世界でどうしたらいいっていうのが見えてくるんです。見えてくるの、それで大変なんです。2016年は本当にこの特にここの日本という土地で大きな変化を起こしていくでしょうね、2016年。そしてこれだけ惑星のエネルギーが上がっていってると個人レベルの周波数で対立する現実、だからどんなに情報で分かっていても頭の理解は波動は上がっていないので統合が起きないから、統合が起きていった時には必ずあ、そっか、なるほど、自分と分離したり大いなる私を忘れた生き方、そういう癖や習慣ってこういうものがあって私本来の波動を持たなくてたんだな、いろんな問題を作り出していたんだな、そういうことが本当にシンプルなことで見えてきた時には変わってしまう。その変わっていく現象が変わるというのはこの体を持っている人自分というだけじゃなく霊的な自分もその存在であったり光の存在であったりそれを天使と言ったりマスターと言ったりまたは ET と言ったり、バシャリたち人間じゃないですからね、彼らは意識体ですから、まあ私の一番の友人ですけど人じゃないけどね、言うなんて言うんですかね第4は家族ですね、家族です、大きなファミリーなんですよ、宇宙の高次元の存在たちは私にとって皆さんにとってもそうなんですよ。そのエネルギーを用いる共同創造する、それで自分
自分の今ご自身がこれは問題だと思われていることから変えていけるエネルギー、変容ができるんですよ。でそれはあなたがあなたを思い出していこうという許可がなされたとき、外に力を見ていたその矢印を内に戻す。外を見ていたそのベクトルをこっちに戻すんです。外を見て感じている自分の中を見ていくんです。どんな考えやどんな信念を持ってこの感情を生み出しているのか。で、人間の皆さんはその感情を持ったまま現実に挑んでいくから、とにかく挑んでいったんです。マグロが止まっちゃうと死んじゃうじゃないですか。そのように止まったり死んじゃうと思うから、とにかく働くんです。働いて動いて、ランニングマシン自分で乗ったのに、いや降りれませんって言っても自分で降りようとしないかってずっと降りれないんですよ。永遠にランニングマシンで走るんです。でも止められるからね、降りちゃっていいんですよ。じゃあ降りたらどうなるのって思いますよね。当然特に経済とか組織に属してる人、また家族のためのローンとか、よく見てほしいんですよ。私のところに多くの、私も多くの人間を見て出会って学ばせていただいたのは、例えば親という立場で住宅ローンを抱え、家族のため、子供のためと言ってやってきた方々が、年を召しているから、子供たちは自分たちが自立して好きなことをやりだしたり、またここにはもう住まないからって、でも払い切ったその家だけはあるんです。で時間はあっても今度体が動かないとか、で体が動かないっていう老後の時代がいたら何を今度考えるかというと、今度死んだ時のお葬式代とか考えるんですよね。そう、万が一のためのその癌保険とか、死んだ時には保険、そのお墓を用意しなきゃ、お墓には何にもないって言ってるのに、人間の皆さんは儀式儀礼が大好きだから、そして先祖供養が自分を幸せにするとも思ってる考えも終わりになってた感じもするし、先祖ご先祖様に認めてもらわなくても自分が自分の価値を認めてあげること、それでいろんなことが変わっちゃうんですよ。はい、自分のことを教えたいと思います。僕は福井県が出身なんですけども、9月ぐらいですかね、福井に帰って、で、家族と話をしたんですが、すごく僕は家族のみんなからですね、責められたというか、何やってるの、将来を考えてるのみたいなと言われて、でどうもその親上がりの内容の中には、で、この先祖代々受け継いできた土地を今後どうするんだとか、長男としての自覚がないのかとか、そういう話だったんですね。で、これってあれと思ったんですよ。じいちゃんは大丈夫だったんですね。で、あれで、母親と父親はじいちゃんに対してすごく反発していたはずなのに、なぜか同じようなことを言ってるんですよ。で、弟も公務員なんですけども、その個人的にその不動産投資をしていて、将来のことを俺は考えているよみたいなことを言っていて、で、兄ちゃん、母親だったわけですね。それで、すごく自分の中でこう気持ちが落ち込んじゃって、で、僕はその将来のことを言うような言い方はしないだとかって言ってきましたけども、その帰ってくる中で、やっぱりこれってずっと代々つながっていくものかなと思ったんですね。だから自分がそこを変えていかないと本当に変えないな。それで自分から変わろうと思ったんですね。で、所有っていう考え方も手放していた方がいいし、あと自分もその
不動産を持っているので、本当にこれ手放したいなと思って、まあ、恐怖っていうか、まあ、将来どうなるのかっていうか、まあ、本当にそこから自由になれるなと思って、不動産も売却してっていう、まあ、で、本当はもしかしたら、そこで自由になれることがあるのに、本当に持ってないと不安だとかっていうところが、まあ、実はその妻と話し合う中でいろいろそういう不安もあったんですけども、まあ、そこもやっぱり僕だけもあったかもしれないんですけども、やっぱその急にこだわってもいいし、自由になっていいかなと思いました。あと自分から変わることで、そう、この考え方っていうか、地球の当たり前の考え方も変えるんだっていう感じ。ありがとうございます。例えば役職とかキャリアとか不動産とかその形あるものを握っておきたいって、それが自分のその価値にも、存在する価値にも比例してるみたいな考え方が人間の中には当たり前にあったので、学歴とか家柄とか何かステータスみたいなものですね。でもね、私から見るとね、そんなもんいらないの。学歴もお金も、その、なんていうの、形あるもの、どうでもいいんです。だって、形あるものはいずれ消えちゃうし、壊れるし。そんなことよりも、今自分の情熱に従って精一杯生きること、今自分が最大限できる力を用いて生きること、今なんですよ。でも、面白いんだけどさ、学校の教育って、その、こうしなさい、ああしなさいってずっとやってきたじゃないですか。ねえ、だから自分の情熱っていうのもわからないのね。わからないんですよ、情熱って。で、何かにこう、やることが情熱、うん、もちろんそれもそうなんだけど、自分が楽しいと思えることや、自分の内なる輝きを、その、光、自分の輝きをスパークさせること、そういうことなんて学んできてないので、出る杭を打たれてたりもしたから、自分を最大限輝かせることや、それとこの時代の特徴はやっぱり自立なんですね。この地球はね、恐ろしいほど教育を学んでます。親子という中でも、パートナーシップの中でも、家族のパワーゲームが普通にあって、いるでしょ。会社の社長がこうやって威張るじゃないですか。そうするとガーって言われた部下、部長は係長、係長は課長にやるわけですよ。ガーって、で今度はじゃあ平社員でガーって言われた平社員が家帰って、家でこれをするんです。で、僕の稼ぎ食べた聞いたんです。好きなのどうなんだなるんですね。で、それが本当に当たり前だったんです。だからお金的なものをどっちから握ってたり、例えば私が前、今もそうですけども、前の新次さんとのパートナーシップの中でも、私は働いてはいませんでしたが、必ず全部折半していたんです。家の支払い、電気光熱費、折半です。で、彼は彼の稼ぎで払う、私は私の中で払う。こう役割ってあるじゃないですか。男性がお金を稼いで女性が家庭を守るとか、または女性が働いてもそれを家族のためにお金を投じていくとか、自分じゃなくて、まず自分じゃなくて家族の子供の教育費や、わかります？自分を潤わせることの二の次三の次なんです。だからそういう言い方してるとね、例えばね、私たちはまだ自由にやってるでしょ。そうするとね、腹が立つみたいです。不自由な生き方を選んでる人間って、本当に自由な生き方をしてる人間を見ると、とっても腹立たしい。
値、自分に対するその価値であるとか、私がこれでいいというその考え、考えは自分で生み出しますからね。自分がこれでいいというそういう軸がなかったら、本当に外側の状況によってコロコロ変わるでしょってよく言うの最近。外側の状況によって自分の心がいつも変わってる人ほど絶対信頼されない、人には絶対信頼されないだと。そうだよね、外側の状況によって自分の心がいつもコロコロ変わるんですよ。上司が怖いかもしれない、もうはい、この人が来たらはい、わかりますね。でたまには自分の中のバランスも取らなきゃいけないから、家に行った時にもう子供にガーッと怒ったり、私がそうだったから、私がノイローゼになった時はそうでしたよ。感情がコントロールできない、そもそも感情をコントロールするものだと思ってた考えが自分を苦しめてたんですけどね。感情というものは本当に正直に、率直に、正直に、正直に素直であっていい。ただ人を攻撃するということではなくて、ああ人を通して私を知るために、私が今何を感じているのか、どんな信念を持っているのか、どういう心で今いるのか、ここを自分のクリアにするために正直に現実と向き合おう、あこの人と話してみようって、相手に問題があるわけじゃないんですよ。現実に問題があるわけじゃなくて、その問題を満たしている心の状態に問題があったんです。そして健康な体があったら何でもできるんですよ。何でもできるんですよ。その何でもっていうのは、その自分の、この自分の欲求じゃないんです。自分の中の統合がなされていくと全体の自分になってしまうので、ああ全てにとって最善である、ああ全てにとってその平和的で調和的で、みんながみんなと幸せになりたいんです、みんなと幸せになりたいんですよみんなと幸せになりたいんですよ、みんなと。誰か一部の人が富裕層がいて牛耳ったりとか、会社の社長さんだけなんか搾取しておいしい思いするとか、そういうんじゃなくて、みんなで共有していくエネルギーの循環ですよね。人が人として大切にされる社会、人の心が一番育まれたり尊重される。でも今までの社会って多数決だったじゃないですか。だから少数派遣はいつも切り落とされてたでしょ。だからイスラム難民の人たちやフランスの同時多発テロだって、そういうどこか少数派遣が追いやられた、その怒りなんですよ、虐げられていた思い。だから威力を見せつけたいという思いで、テロという行為だったり自爆テロをすることに対しても、なんだ結局ね、この地球で起きている戦争や自爆テロとか、まあいろんな現象、そうです。特に来年からは日本を本当にちょっと注目してほしいんです。火山の活動、地震、来年2016年日本にとって大きな節目になるんです。秋が境になっています。2016年秋です。この情報を本当に聞かれるんであれば、ああまずわざわざ私から変わろうと、まとってる枠が、枠があるから、自分でつけた枠なんだけど、それを本当に手放して、全体としての自分として生きようって、そこにコミットが起きたら本当にそこになっていきます。今時間が早いから、この物理的な世界で時間と空間が今バラバラになっているので、とっても早いんですよ、方向性が決まったら。でここまでなんかこうやって話してますけど、なんか聞きたいこととかありますか？
さんはね、僧侶の方なんですよ。違うなんちゃ。あの、私ね、今咳してるんですけど、ずっと、そう、まあ、宗教、仏教をやって、ヨガもやって、あるメソッドとも出会って、そこでは肉、魚、面白いですよ。いっぱい食べてないの、10年以上。乳製品、砂糖、安価の野菜、いろんなものを食べてなかったんですけど、最近食べるようになったんですね。でもこの咳が出るんですよ。でそれはこう自分の中でこれ自分が作ってるなっていう、自分で善悪をまだ作っていて、それが咳になってるなっていうのを自分で認識してるんですよ。でそこを分かっていて、今まではどういう捉え方してたかっていうと、肺毒、この毒を食べてるから出さなきゃいけないから、この咳が出てよかったねっていう捉え方で、その捉え方だとなんかこう永遠にその毒を出し続けていくそうっていうのを自分の中で作り出していて、それが最近あの分かっていて、このなんかこの咳もね、でも自分で嬉しいんですよ。ああこれ自分が作り出してるって分かるから、でもジャッジしないっていう。で私が今日ね、あのその一緒にメソッドやってた方たちが何人かあの一緒に来てくださったんですけど、まあ友達南原さんと奈良ちゃん、韓国の方ですので、隣の主人がいますので、一緒にもう本当にやっていたそのヒロミさんもそうだし、でそういう方たちがあの自分に目覚めようと決心してあのここにあの来てくださったことが、私にものすごい勇気を与えてくれて、でここさっきから見てたんですよ、ここほらピラミッドがいるんですよ。あってあの私が自分の中でそのお釈迦様だったり日蓮聖人だったりその教祖様みたいなものを自分の中で作り上げて、私はその底辺にいて、あの階段を登って一生懸命修行をして、そこに行き着くっていう方法を自分で取っていたということを、本当にこのニューリアリティに出会ってエコさん、ヒロさんと話して共振共鳴する皆さんと出会えて、それに気がついて、だからこの今この恐れがある自分も本当に抱きかかえて嬉しいっていう感じで、その何かいけないっていうことをね、あのそう思うんじゃなくて、それも嬉しいっていう、そんな感じを今共感したいな。ありがとうございます。それこそ本当に今ご自身の肉体がデザインが今変わっていってるんです。決めたじゃないですか、今回投資のことで、お金というものが自分を幸せにする、例えば老後の心配いろいろあったと思いますけど、でも今その決めたことで純粋なところにエネルギーとして投資を流した、それなので体のデザインが変わってきてるんです。周波数がで波動が変わるときには当然肉体で観念を学んでるので、熱を出して何かちょっと弱いところにお出になったりとか、でもそれはもうものすごいいいことが起きているので、よく好転反応っていうことをおっしゃられる方いますね。その食べ込んでたものを一旦出してより良くなるっていう、いや今回これ見たらすごい決められたことがあって、それで本当にそのまあ私はそのヒロと出会う前までは2006年から自分につながって生きるということを本格的に始めて、でちょうど10年ですね今年で、彼と出会う前は専業主婦の中で一人でライブをやってたんです。トークライブを沖縄でやったり札幌で、でも来る人とか、ね、2人とか3人とかで、後に本を2冊出したんですけど、新しい生き方無限の扉を開けてというのと、その次は新しい生き方アンフィニッテ、さっき話が出た一時期私が属していたグループです、その経済でクラッシュした
でそう、まあ、今はもうその本は絶版にしましたけど、いろんな経験があって、ああ人々がこういう情報に出会って人が集まるとこういう風になっていくんだな。それとこの間実はセブ島でその今回マスターゲートさんからご招待を受けて伺った時も、皆さんメンバーの方が全員帰られた後、最後の日本人の講話の時にお金の話ですね。でゲートさんが彼と私に対するその、まあ、過去性のことであったり、まあ、この方はもう典型的な財閥とか富裕層、黙っててお金がついてくるような、そういう、そう思ってます。でもヒロさん、すでにあなたが生み出しているのは私も知ってます。でもあなたがここから生み出していくのは桁外れですって言われたんですね。でその後に私が言われたのは、その彼女は今世に女子として生まれたのは初めての転生で、ずっと過去その精神性を伝え続けてきた王国の王だった。でもこの方が言うんです、王国のおじさんだったんでしょって。なぜかというと私の中におじさんがいたり出てきたりするんです。その王様なんてそんなかっこいいもんじゃないです。まあ男ですよね。後世に来たら聞くに行こうなんですよ、うん、子供も一人いるし。でも分かってたんです、自分の中で性同一性障害ではなく私が女性ではないのは分かってました。それとこの世と時にこの自分が自分でない、このも自分なんだけど、そうじゃない多次元的な自分もあるのも知ってます。それはバシャールとのつながりであったり、他のエンティティ存在、光の存在、また天使たち、またマスターと言われる、いろいろあるじゃないですか、セントジャーベイとかセントラサーとか、いろんな工事の文明がありますからね、この惑星以外に。その惑星以外が、この地球以外の惑星がもう今こぞって地球を見てますよ。特に日本からブレイクすることで全部変わります、地球は。だから本当に今世皆さんが日本人としてお生まれになってきたということは本当に意味があるんです。日本人ってね、気まじめでしょ。こうしなさいってそれを黙々とやり続けるんですよ。黙々とやり続けるでしょ。でちょっと間違えると観点が狭い、こうなんですよ。だからこの時代の特徴はその観点を広げ上げる必要がある、うん、見方をシフトする、観点の次元上昇と言ったりもするけど、物の見方を固定しないで広げるんです。そのためにはいろんな人に出会ったり、いろんな現実を作って体験するんです。ある特定の現実や狭い世界、箱の中にいないで、ああ惹かれるところに出会ってみよう、はあこの人、ああまた、ああそこに行ってみようかな、いろんなところに出向いてみるんですよ、自分から。ね、久しぶりです、変わっちゃうんですよ、うん、そして子供っていうのはっていう存在たちも目が覚めてますから、この方たちみたいな、今の若い方たち、教育しつけをしようとしなくても大丈夫です。自分の在り方だけを、その後ろ姿だけ見て彼らは選んでいきます。愛のある人間でいたら、あ私も愛を持って存在しようって、もともと愛の存在ですから、ね、そっから来てるからね。だよね。すごいですって、個人レベルで現実が見せてくるはずなので、今まで通りの延長線上の生き方で何か見せてくるはずですよ。その先の扉を開けるのか、その枠を割って出ていくのか、特にこういう情報に出会っている人、存在ほどです。だってこの惑星で全員が全員目、702億人が全員目を覚ます必要はないです、悟る必要は。惑星が変わっていくときっていうのは、この惑星の半数以上の同意で起こしていくので、しかもこのたった20年で変わるんですよ。
んでしょう。上乾いた時に水が潤ったり、泣いているところからあるっていうものが出てきたり、本当に物質的に変わっていくんです。これ引き寄せの法則でも何でもないんですよ。惑星が変わるということです。その惑星、新しい変化した変容した惑星に自分を移行させるか、または古い地球にとどまらせるか、これはもう一人一人の自由意志です。で、本当の私という存在、その子にとらわれた私じゃなくて、役柄を演じた私じゃなくて、全体としての私たちっていう自分に出会っていると思われたら、そこに許可を出していってほしいんです。許可を出したら絶対動きますからね。何か聞きたいことありますか？何かお聞きになりたい方とか。はい、もちろん。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。もうこうやって接点持ってくださって本当にありがとうございます。ですね、この状態でこう皆さんにこういうことになったんですけど、すごく皆さんの波動を下げるような状況を今なんか聞こえらっしゃるんですけど、いいですよ。まあ、電話したんですけど、あ、最近ですか？あ、あなた、はい、よく来たじゃん、よく来たじゃん、よく来たじゃん。あなたにはそれが取り付いてるわけじゃないんですよ。あなたがあなたに取り付かれてるんです。要はそういう霊的な波動が多い存在がいる、指す、違うの。あなたが自分と分離していることによって生み出した恐れがその影となって、そういう霊とかそういうエンティティとかそういう悪さをする。そしてあなたはなぜかというと、あまりにも純粋すぎてこの地球にやってきちゃったんです。早く地球に来すぎたでしょ。早く地球に来すぎたの、わかるね。ウッキー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 でもね、そう、早く地球に来すぎちゃったんだよ彼も。で、早く地球に来すぎたから、その人間界のこの三次元の重たいシマスに、だちゃんともそうでしょ。でもあなたも変わる。それはね、あなたにまとってる何か誰かが悪さをしてきてるんじゃないんです。あなたの中に恐れが、あなたが自分と分離してしまっているので、わあ、自分の自己に繋がって、ワクワクをやって、自分のやり方をやってきてるんですよ、はい、自分の意識を持って、はい、自分に繋がってるんですよ、はい、そういうのを持ってるんですよ、うん、それを邪魔する存在がいるんですよ、うん、で、その非物質の存在が現在進行を今もいるんですよ。いや、普通にいるんですよ。3人がいるんですよ。で、首に今締められてるんで、うん、今白い灰飛ばしてるんですよ、うん、それで、本当なんですよ、これ。じゃあね、あなたがその考えで、あなたの世界を作り出してたんですよ。実際あるとかないとかというよりも、あなたの考え、それを設定したことによってあなたのワールドができていただけなんです。なのでそれはリアルです。本当なんです。でもあなたがその考えを手放さない限りは、その現象ずっと続くの、わかる？いや、それは僕が言ったのは、その物質人がいますよね、はい、で、非物質人がいますよ。この地球に非物質人の存在があって、グレーのようなっていう面をした存在が本当にいて、その存在にそういうことをされているということなんですけど、その存在、今おっしゃってくださったその存在たちですね、その存在を存在させているのは誰かというのを見る必要があるんです。その存在は、あの、ゲームで設定でいろんなストーリー所在を転移させて存在らしくて、はい、それを持っていることで物質人と触れることができるんですよ。設定を使うこと知ってます。アナログっていう存在らしいんですけど、そのね、
そういう情報を僕の恐れで引き寄せたっていうのよりも、確かに僕も恐れを持ってた時期はありました。はい、馬車の教えの通が通用しないんですよ、うん、なぜなら常に自分の意識や人体を低迷させられてコントロールされるんですよ、うん、それが統合失調症でもないです。あなた病気じゃないです。そうそうそう、病気じゃないです先生。ちゃんとその今語られたその外がグレーのような何々がっておっしゃったじゃないですか。そうなんです、うん、その絵面を語るのをやめるという。いや、それは語るのをやめるというどういう存在かというので聞いてるんですけど、それはもう宇宙人なら見えるはずなんですよ。ここに今3人いるんです。で、家に住み着いてるんです。で、その存在が針を飛ばして体をくっつけて誘導させるんですよ。この3人は針を飛ばされて体に誘導されて死んで、そのあなたが見えると言われてる。僕は見えないです。僕の目の前で見えないんですけど、そのキーブースの存在が今ここにいて人体を低迷させられて、で、歩いてる人たちにも針を飛ばして体の調子を出してる。あなたがあなたに目を覚ます気がありますか？あなたがあなたに目を覚ます気がありますか？であれば、その現実を語るのをやめるという。やめるんだよ、いつまでも。誰がその考えを作り出して、誰がその世界を作ってるのかって、あなたは足歩に出会ってるんであれば、自分がどういう存在か分かってるはずだ。出会ってなくても情報として出会ってたら、あなたは絶対無理の存在なんです。誰が何をと、あなたが想像の主であり、あなたがどうとでも作り変えることもできる無限のたおやかな意識なんですよ。そのあなたが恐れがあるがゆえに、その現象を語り、世界を語り、それを語るのをやめるんです。それを語れば語るほど、あなたはどつぼにはまっていくことになっちゃうんですよ。あなたは目を覚ましたいわけでしょ。自分が作り出している現実さということに目を覚ましたいわけですよね。語るのをやめるんです。あなたは病気じゃないのを知ってます。で、私は面白いんですけどね、例えばほら周波数の低い土地に行くと波動でやられちゃうとかっていう人いるんですけど、私全然行かないんですよ。なぜチャンネルが違うすぎるか、全く興味ないの。で、全然 OK で、じゃあ OK の人に出てたらどうでしょう。いや、僕はこういう状態、こういう皆さんの波動を下げるような状況をこうやって話すことが本当は心苦しいんですけど、こういうことを僕は話して、なぜ話したかというと、そういう存在が本当にいて、それを宇宙人に救っていただくことしかできないと思ったので。違う、違う、プレアデス、私もプレアデスの出身だから分かりますよ。あなたは誰かに何とかしてもらおうという理想が強い、それをやめるんですよ。あなたが変えていけるんです。あなたがその現実を語ることや、外の何々が神々があって、いや、外の何々だとかそういうことは僕は思わないです。バシャルの意味、僕はそういうことです。ただそういう存在がいて、自分の意識を可視する意識、全身の人体を可視する存在がいるという、許してあげてください。許してあげるんです。あなたがそのね、グレーって形を知ってますよ。グレーじゃないです。グレー、どんな存在でもいっぱいいれば知ってます。でも、あなたを犯すんではなくて、あなたと仲良くなりたいんです。あなたと一つになりたいんです。そのいろんな、その近く見える周波数というのは決して悪いことじゃないんですよ。ああ、外を見て感じるものが自分と一つになりたい、あなたが本当のあなたに一つになるためなんですよ。あなたも落とし入れたらないですよ。あなたも落とし入れたらじゃない。で、私はあなたの中が入っている。とんでもないです。だって私もそれ知ってる。で、あなたがとても純粋すぎて、本当にまっすぐな方でもありになって、こういう情報に出会って、いろんな料理にいろんなその考えを生み出して、でも今起きていることは悪いことではないですよ。
の力を貸してください。手をね、隣の人とつないでもらっていいですか？じゃあ私しちゃうので、多分それって自分と分離しちゃってるからその感情を乱すのね。死に対する恐怖だったり、あとはまた外側が自分を犯してくるんじゃないかって、何か変な現実が自分を襲い、なんか追っかけられてるような感じだったり。でももう大丈夫だよ、もう大丈夫なんですよ、もう大丈夫なの。あなたがその自分を陥れるためにこの現実を作ってるんじゃなくて、あなた自身が、ここまでいろんなことあったけど、なるほど、それも無条件の宇宙の大いなる愛がこういう体験を自分がこう自分に見せて体験させて、私が大きくなる、大きな存在に戻るためにこうやって、そうなんですよ、で人間って一人で生きてきた感じがあるでしょ、私はね、皆さんと生きていきたいんですよ。それもこうやって横並びに。だから私を知ってる人、皆さんよく知ってますよね。エリコさんに力を見たら大変ってぶっ飛ばされちゃう。あの人ただの親父だから。本当そうです。そう、私は特別じゃないんですよ。皆さんと共に生きていきたいだけ。そして皆さんが人間をやってきたこの長い歴史の苦しみや試練を変容させる力があなたがあるということ、あなたにその力があって、その力を、あ、一緒に、よかったね、おめでとうって、それを共に生きる同志として、私は上でも下でもない。人間が上を作るということは必ず自分以下を作るから、無意識でも同等ですよ、平等ですよ、同じですよ。このエネルギーが地球になかったんです、今まで本当になかったの。誰かトップにいてくれることで収まりがつくような期待もあったし、見返りも安心感もあったと思う。でもこれからはね、本当に横並びなんだよ。子が立つんですよ、子が立つの。自分がどこに属していようと、属していなかろうと、私という存在が素晴らしいって。で、私が作り出す現実に対しては、全て自分が責任を受けようという、そのある姿、逃げない、全部受け入れよう、受容しようって、戦わないの。あなたが恐れというものちょっとあったから、終わりになったから、そこで戦いが、あなたの体が痛くなってた、それだけですよ、戦わなくていい、戦わなくていい。2、3回ちょっと深呼吸してみてください。鼻からいっぱい空気吸って、もうフレッシュな空気をいっぱい吸って、体の隅々にいっぱいそのフレッシュな空気を行き渡らせてあげてください。あなたの緊張、あなたの心配、あなたの何か滞っていたエネルギー、私たちはね、血縁を超えたつながりってあるんですよ。これはお金で買えない。
どう人と支え合ってどんな社会を作っていくのか、愛しかないんですって。いやー、正直におっしゃってくれてありがとうございます。私あなたに会いたかったから、ヒロから聞いてたから、お会いしたいなって思ってたんです。ちょっと手離して。ありがとうございます。東京に。
26日まで新大久保の近くでグループ講話をなさるので、夜の7時半でしたっけ、夜の7時半2日から26日までされますので、引かれたら、引かれたらね、とにかく引かれる人のところに行くといいですよ。自分が一番分かっていますからね。今のこれからの現実ですね、どう変わっていくか、あなたが方向性を決めたら間違いなく変わるんです。今の方が見せてくださったように、自分の自我の欲求と真我との分離が出されてしまったので、いろんな現実が歪みを生んでただけなんです。一番何を大事にされたいかも分かっているし、私はリチコで言います。あなたが私に力を見ている以上、どこのコミュニティでやってきたことと同じだからって、あなたは私と対等なところで一緒にこの世界を作りたくて出会ってる意識ですよ。あなたはもうね、リーダーやトップなんていらないんですよ。また宇宙存在が何かをやってくれるわけではない。面白いことしたと話しますね。バシャールで思い出したんだけど、2013年の5月、私はもうバシャールを完全卒業しようと思って、海外ツアーをニューリアリティに最後組んだんです。そしたらね、バシャールの対談をする1ヶ月前、ダイルアンが1週間前にダイルからメールが来たの、ヒロアテに。そしたら、ニューリアリティのヒロさん、エリコさん、あなた方が会社というものを通して、私たちの著作権である音声を YouTube で配信なさっていることを知りました。つきましては、あなた方ニューリアリティに対して6000万円の損害賠償を請求しますというメールを来たんです。それが13年の5月。そして現実は自分が作ってるじゃないですか。私にとも一番、人生で一番影響を与えた存在ですよ。そこの大元であるバシャールコミュニケーション、ダリル・アンカとエイプリルがやってる、二人でやってるアンカルチャー、その二人が私たちに対して6000万円の請求をしてきたんです。その時に私は思ったの、今住んでる文京区の仙台の家が私の1階に両親が住んでいて、上に私たちが住んでるんだけど、あの家がりそな銀行から6000万借り入れて、私と清水さんで共有名義を持っている家なんですね。それで面白いなと思ったんです。バシャールの情報、宇宙の情報がたまたまこんなちっぽけな家と同じになるわけ。私にとってバシャールの情報っていうのはそんなもんではないよって。お金で買えるものではなかったし、私の人生そのものを変えたんだってきっかけにしたんですよ。私は彼の情報を、そして返したの。ロスに住んでる通訳の人がいたので、彼女を通してエイプリルと誰にメールをしてもらったんです。私はあなた方を通してバシャールの宇宙の情報を得て自分の人生を変えてきました。そして私はチャネラーではないんですって、人間を離脱する人間としてこの惑星に降り立ち、この惑星の変革をやりに来てるって。で、一番の大きな多大なる影響をくださったお二人に心から感謝しますって。そして私が抜けたことのない次元に肉体を持って出て生きてみせますっていうようなことを書いて返事をしたら、彼らから返事は来なくなりました。なので今はその損害賠償というのは出ないんですけれど、その時に私の中でも心が決まったんですね。ああ、一番自分の人生を私の情報を発信しているエイプリルとダリルが、こういう形で本家本元からこういう情報をもらい、そしてあなたから目を覚ましていける、すごい愛を感じたんです、エイプリルとダリル。そしたらその当時いたアケミさんとかコークリの人たちはびっくりするわけです。私が笑って言うから、あの場所の本からね、6000万円の請求来ちゃってさ、面白くない、愛を感じるんだよ私には。
間と今まで肉体を持ったまま出たことのない次元に出ていくねえ。で笑ってたからびっくりしたんだよね、みんなね。だって言うじゃないですかって、私は現実は自分が作ってるでしょって。だからその自分からにとって肯定的な意味だけを受け取らせてもらって自分が変わればいいんです。そしたら変わっちゃうじゃないですか。そしてその時飲み合わせてくださった新しい方が、そのバシャールの1週間後のセッションがなくなったので、もし今回なくなりました、つきましてはそのパスポートや旅費全部ニューリアリティで一旦お返しするので、本当にどうされたいか感じてみてくださいって言ったら、そのお二人はもうバシャールがどうこうじゃなくて私を知りたい、だから行きますって言って来てくださったお二人がいたんです。そしてその方たちが来てくださったおかげで、私もサンタモニカでその自分を見ることや、本当に自分がこうもっともっと自分のその偉大さに浸りながら自分を生きる喜びを感じながら、そのサンタモニカピアっていう桟橋を歩いてたんですね。そしたらうちの最終日にその彼のエネルギーがわっと降りてきたんです。わっと降りてきて、わしゃーって言うわけ、エリコそのまま行けって。自分にとっての真理をそのまま手にしてそのまま生きがいいって。そしてあなたが全ての現実に対して肯定的な意味合いを持って生きていけば、多くの人々がこれからその生き方や在り方を見てそこに移行したいと思うでしょうって。何が正しい間違っているのも戦いではなくて、戦いじゃなくて一人一人選んでたから。
ますよ。
あとは本当にそれを自分がやりたいかやりたくないか決めていけばいいだけのことだっていうふうに今は思って、なんか日々が楽しくて楽しくて仕方ないんですけど、でもやっぱり楽しいだけじゃなくて本当に自分がやりたいことがあるのでね、そのやりたいことに向かって動いていく、そういうものに囲まれていきたいと思って、もう怖いものを見て
早いもので時間をやってまいりました。皆さんで3匹の子豚ってお話しされて知ってますとかね、3匹の子豚、奈良の家、木の家、玄関に家を建てた豚の兄弟たちが、狼にも襲われて最後の玄関の家だけは助かったっていうような話があるんですけど、私たちは本当に自由でいられる、そして外側の何かに侵されるということはない凛とした存在なんです。でも自分の心の居場所がわらぶき屋根の家や木の家だと、狼に例えられるような人や状況や恐れを通して、その自分の心が侵されるような状況にします。でも自らの心に信念を立てて、外側の何者からも侵されることがないようなしっかりとした心に家が立つと、外側から何か侵されるような体験をすることをする必要がなくなります。する必要がなくなるんですよ。そもそもそういうことが何だったのかということが分からなくなるほど、もっと自分は軽やかで、たおやかで、凛とした自由な存在だ。自らがもし創造主たれと自らが自らに課せるのであれば、自分がそれを許可したのであれば、その自分を生きればいい。でもそう生きれない、眠ってきた習慣が、私たちは魂に刻んだそういう癖があるので、そこは表に上げて制限をかけていた、その一つ一つの考え方や生き方の習慣を自覚をして選び替えていくというプロセスがどうしても必要になります。でもそんな中でも自分が心惹かれることやワクワクすることに動いていくと、自然とそこは壁ではなく扉として開けていくことができるということ、そしてそれが簡単に労力をかけず軽やかな次元で生きるということができる、そんな世界があります。でもそれは人が、第三者がそれをしていることを横で指を加えて見ていたとしても、自分自身が自由と考えられることや自分が自由な存在だと感じることは無理です。自らが自らの可能性の扉を自らが開き、歩み、その自分の存在を思い出すということでしか自由な世界は体験できないということだけ、最後に申し上げたいと思います。でも私修行してきたのであれなんですけど、そんな修行チックじゃないところでできるというのが、今の時代の大きな大きな特徴かなと思います。誰もが完全で対等で平等な存在である、その本質を思い出せる、許可をすること、そして自分一人だけでは見えない世界は、鏡を使って自分を見ていくということができる人や環境に触れていかれることを強く強くお勧めします。それがニューリアリティというのであればウェルカムですし、マスターゲートさん率いる、101キャンドルライト、今日リモンさんいらっしゃってますけど、そちらも本当に素晴らしい方々が集まっている場所です。いずれにしても自分の心の羅針盤、惹かれるという感覚を頼りに、ご自身の人生を自らが喜びを持って生きていくことを強く強く記念していますし、私たちは誰かに何かを届けようということではなく、自らがその生き方をしていくことこそが私たちの情熱でありますので、そこを歩み続けるということをまたお誓いしたいなと思います。今日はお足元の悪い中、この場にご参集いただきましてありがとうございました。またこの後一緒にご飯食べる方は一緒にご飯食べるのがいいかないなと思います。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。今日はオールミュールの飯泉智子さんと大沢一さんの皆さんに歌とピアノをプレゼントしてくださるそうなので、オールオブユーリンの泉智子と申します。今、ピアノの大沢由紀と、先ほどお話した山崎さんに本当の自分を生きるっていう言葉を本として、皆さんと出会った皆さんと共同創造するという会社を起こしています。本当に本当に
当に喜びの世界があって、私はこのニューリアリティのエリコさんたちに出会って、人の心がどういうものなのかっていうのをすごい受け取りましたし、自分の心が取り戻せたことが本当に喜びいっぱいです。そして歌が大好きなんですけれども、歌をきっかけにこうやって作ってくださる方がいて、演奏してくださる方がいて、私をつけてくださる方、聴いてくださる方がいて、本当にみんなで作ったのをこうやって分かち合う喜びが本当に嬉しくて、今日もこうやって魂の約束をして出会った皆さんと共にこの歌を分かち合えるのがすごく嬉しいです。本当にありがとうございます。今日歌うのは、故郷に帰って星からの旅っていう、エリコさんとたちが作詞してくださって、もう一曲また作詞してくださって、ゆきさんが作ってくれた曲です。ロブユーイングの大沢ゆきです。ありがとうございます。私もすごい形にこだわってた人で、ちゃんとしなきゃとか、きちんと例えばピアノだったら間違えないようにちゃんと弾かなきゃとか、すごいそこが私のものすごい癖だったんですね。小さい時人前ではちゃんとみたいな感じで、でも本当にそのニューリアリティのエリコさん、ヒロさんと出会ってから、私、ずっと長いことピアノ弾いてなかったんですけど、何が好きなのって聞かれて、で、本当に自分の中、ピアノって出てきて、そこからまた弾き始めたときに、ものすごい自分の中から喜びが溢れてきたんですね。で、いろいろ曲を作ったり、こうやって皆さんの前で演奏させていただいたりしながら、そういった自分の中に持ってたものを浮上させて、で、選び替えてきました。で、今日もすごく皆さんの音を感じながら楽しく聴かせていただけたので、すごく本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、では聴いてください。Thank you.
それが結局自分との分離の線がそのように外側の世界に現れてたんだっていうことが、人々が気づいた人から、気づいた意識から自分の中をその分離を統合しようという、外が人が何々かではなくて、そう外を語らなければいけない、その現実は誰が作り出しているのか、そこに立ち返ったら、ああ自分の中で作り出した考えだった、ああ自分がそういう分けては物の見方で作り出した世界だった、さっき奈良がシェアしてくださったように、怖いものは怖いものではないんだって、本当に全てこの世界って愛でしかなってないので、だから一人一人が自分という存在に目覚めていくと、本当にその朝鮮半島の状態も変わっていくのをとても感じているんです。特に私は韓国の転生が非常に強いので、まあ、だから十二社受けた中で大韓航空しか受けなかった、受かなかったんだろうなっていうのはすごく感定がいるわけですよ。どこの航空会社にも受からないわけですよ。で最後の最後大韓航空だけ受かったんですよ。あの虚構じゃないのに、在日でもないのに、韓国のほとんど歴史も知らない、言葉も知らないのに、私を採用してくれた大韓で、本当に韓国の人たちのその情報の深さ、愛がある、私はその国の人たちが大好きでね、でなぜか自分の人生の中でも韓国の人がすごくキーパーソンで何人かいるんですけど、そういう方々との心のつながりがあるんですけれど、これから変わっていきますよ。本当に変わっていく、いろんな外側の現象が実際変わっていく、うん、これが絵に描いた餅ではないから、楽しみですよね。今日こんなところでいいでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、ミカに最後マイクを渡したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。私はもうエリコさんと出会って11年目になるんですけれども、本当にあの魂、物や形やお金ではない、本当に心、魂というものに本当に揺さぶられて、ここまで共に歩んできましたけれども、本当に一人一人の中に、もう私たちの中に創造主であり、本当の自分を思い出している、そういう大きな存在ですから、共に、もし控えたら、ぜひまた、遊びに来てください。で、あのオールオブユーの皆さんが1月の21日から25日までバシャル対談ツアーに、アメリカサンタモニカに、滞在して本当の自分を思い出すということをあのツアーとして組まれております。その流れで2月の1日に、バシャル対談ツアー参加者のシェアリングと、またあのこういう形でギャザリングを設けたいと思っておりますので、聞かれたらぜひ遊びにいらしてください。会場はまたこちらを押さえております。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。何回もお願いしておりますので、皆さんで、移動していただきたいと思います。あの何人か場所を知っている者がおりますので、よろしくお願いいたします。あと山本さん手挙げて、12月の20日から26日まで、キャンドルライトのゲストの講話があるので、興味があられましたら彼女窓口されてますのでお声掛けいただければ、私たちも25日、夜その場所に、たくさんの人で行く予定でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんにお願いしたいことがあるんですが、椅子を一つお借りするのをご協力をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。12月の20日、はい、日曜日から26日の土曜日、新宿大久保の近くの、はっきり場所をここでお伝えするとちょっと場所の設定上ちょっと問題がありまして、でも大江戸新大久保の駅からすぐ近くで、あの夜7時半から15分マスターゲートの講話がありますので、グループの講話なのでもうこじんまりとしておりますし、何か気になること、そしてこの機会にゲートしてもらっていきたいという方はぜひ遊びに来てください。
詳しくはホームページを見てくださいってことですね。詳しくはホームページをご覧ください。はい、キャンドルライトさんは101キャンドルライトです。そうです、101キャンドルライト、ドットキャンドルライトジャパン、 JP か、ドット JP でしたか。そうです、 JP、 あ、ドット JP かな、わかんない。まあ皆さんキャンドルライトで調べてください。皆さんすいません、ありがとうございます。君の痛み、君の全てをさ。